皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問をいただきました。片手16分音符のリズム、ドットとのような感じのリズムです。を踏む際にドドの部分が詰まり気味になってしまって3連符っぽくなってしまいます。何かいい改善案や練習方法などがあれば教えていただきたいですっていうことなんですが、こういうリズムパターンですよね。こうみたいな、こういうリズムパターンでなんかちょっと跳ねちゃって、ドンドとかドンドットターンみたいな、こうみたいな、こうちょっと跳ねちゃうみたいなことっていうのは、まあ、よくあることなんですが、まあ、これを、まあ、跳ねなくこうシャープに決めれるようにするために、まあ、ある程度ちょっと段階を踏んで、練習をしていけたらいいと思うんで、練習方法などご紹介させていただきます。まずは、このドンドとのリズムパターンのこのドンドとだけ踏めるかどうかっていうのをちょっとやってみてください。で、まあ、僕今ヒールトゥー奏法っていう踏み方で、まあ、かかとつま先でね、こうつま先っていう順番で踏んでるんですが、スライドで踏む方はドンドとみたいな、なんかそんな感じのこう踏み方になります。これ初心者が習得するにはどっちがいいんですかみたいな質問っていうのもいただくんですが、どっちでもいいです。こうやりやすい方で。ただこうリズムの感覚が違って、実はこうヒールトゥーでドンドトを踏むときに、リズムの組み方的にはこう一発目ドンって踏んだついでにドドってもう一個踏んでる感じになるので、だからあの予備動作としてはドンドンタンですかね、2発のドンドンタンを踏んでドンドトってやってる感じ。このリズム感でまずはちょっと練習をしてもらうといいかなと思いますかね。でスライドの方は、まあ、僕の感覚なんですけど、ドンウドドーンドドーンドドーンドのこの2発目を踏む前にドンドドドンドこうリズム感で練習をしてみるとこう掴みやすいんじゃないかなと思いますかね。この足の動作が上手にいけたなと思ったら、次はちょっとスネアを、左手のスネアを加えてもらうといいかなと思いますかね。でこの時に、ドンドドタンばっかり練習するんじゃなくて、予備動作からドンドンパンドンドドパンの場合はドンドパンドンドとパン、みたいな感じで練習できるといいかなと思いますかね。でさらにそれに慣れたら、あこれいけるなっていう感じで掴んだら、次は右手をこう加えるみたいな、ライドの場合ならこうっていう感じになりますかね。で大体この右手を加えようと思った時にうまくいかないですね。こう弾んでしまったりとか、あつられてなんか足力入るみたいな、足跳ねるみたいなことになるんですけど、大体、ね、こういうリズムパターンでうまくいかない時っていうのは、右手と足がお互いにつられてしまってるっていうのが、まあ、原因の一つだったりすると思うんで、右手と足だけで次はやってみてください。この右手で8分音符をこう刻みながらこう、スライドの場合だったらリズムパターンをやることを想定するので、右手アップダウンでできるとね、なおいいですかね。こういう感じ。これがアップダウンじゃなくいくと、
立ちちゃうので、なんかアップルにもこう。その足だけの動作でうまくできてるかどうかっていうのを確認してもらって、こうで、これがうまくいけてるなと思ったらスネアを加えてもらって、あ、これいけるいけるって思ったら、こうさらに右手を加えてリズムパターンにしてみる。これでうまいこといかないときは大体右手と足が原因なんで、右手と足を分離させるみたいな、アップダウンをちょっとこうしてみると、こうリズムパターンにこう応用しやすくなってくると思うんで、まあ、ぜひそんな感じで、練習をしてみるといいんじゃないかと思うので、チャレンジしてみてください。はい、本日もありがとうございました。さよなら。